顔を持つ、その先の魅力を支える2代俳優、吉沢明、平野潮。アラサー男性俳優の魅力は、人へに整った顔立ちだけではありません。彼らは演技力、個性、そしてファンからの愛によって、映画やテレビドラマの舞台裏で輝きを放っています。 この記事では、アラサー男性俳優に焦点を当て、アンケート調査から浮かび上がった1位の吉沢明さんと2位の平野志陽さんについて探ってみましょう。アラサー俳優による人気アンケート。 オールアバウトニュース編集部が実施した、アラサー俳優に関するアンケート調査では、全国10ケラ60代の男女405人を対象にし、アラサーの男性俳優についての質問が投げかけられました。その中から、この顔になりたいと思うアラサーの男性俳優、ランエキングが生まれました。2位にランクインしたのは、元キング、リンチェの平野紫耀さんはーさん。 彼は5月に旧ジャニーズ事務所から退所し、7月から新会社、トベに加入し、10月15日には元キング、リンチェの神宮寺ユータさん騎士、ゆうさんと共に新グループンウンベルナンバーアイ、結成することが発表されました,た。 平野さんは、女性誌、ビビーの人気企画での2連覇や、ファッション誌、エルジャポンの表紙を飾り、予約開始翌日に重版されるなど、幅広い世代から絶大な人気を誇っています。アンケート回答者からは、 とにかくイケメンで整っているから、誰にも文句を言わせない綺麗な顔だから、自分がなりたいというより、こんな顔の息子がいたら嬉しい、といったコメントが寄せられました。一方、1位に輝いたのは吉沢明さんです。吉沢さんは国宝級のイケメンとして称され、俳優やモデルとして第一線で活躍しています。 彼はまるで二次元のような抜群のルックスと変幻自在の演技力で漫画やアニメの実写化作品に多く出演しています。例えば映画《銀魂》では新選組の一番隊隊長を着た総合役を演じ、東京リベンジャーズでは暴走族の総長マイキー役を演じました。 彼の演技は3次元では実現が難しいとされるキャラクターを見事に再現し、賞賛の声が絶えません。吉沢さんの好感度も高く、アフラックやアサヒビールなどの新 CM も放映中です。彼の今後の活躍に対する期待は高まる一方です。アンケート回答では黄金比だと思うから国宝級と言われる顔に一度なってみたい。 顔だけで何かをしている感じがするからです、といった意見が寄せられました。吉沢明と平野紫耀、異なる顔、異なる魅力。吉沢明さんと平野紫耀さん、二人のトップアラサー俳優は、その容姿やキャリアにおいて異なる魅力を持っています。彼らのキャリアとパーソナリティを紐解いてみましょう。吉沢明、二次元から飛び出す魅力。 吉沢明さんは、その外見からまるでアニメや漫画から飛び出したような存在と評されています。彼は実写化作品において、二次元のキャラクターを演じきる能力で注目を浴びています。彼の演技はファンの期待を上回り、原作ファンからも絶賛されています。 吉沢さんが演じるキャラクターは、しばしば複雑な個性を持ち、そのキャラクターの魅力を最大限に引き立てます。吉沢明さんの成功には、外見だけでなく、演技力が大きく寄与しています。彼は役柄に深く入り込み、そのキャラクターになりきることで、観客に深い印象を残しています。この点は、 彼がアニメや漫画の実写化作品に多く出演している理由の一つです。吉沢明さんはまた CM 出演でも成功を収めており、そのファッションセンスや清潔なイメージから広告業界でも注目されています。平野紫耀、清潔感と親しみやすさ。一方で平野紫耀さんはその整った容姿と清潔感から親しみやすさを感じさせます。 彼は女性誌やファッション誌の表紙を飾ることで若い世代からの指示を受けています。彼のイメージは様々な年齢層に訴えかけ親しみやすさをもたらしています。平野さんはまたグループ活動においても注目を集めています。彼の新しいプロジェクトであるナンバー I は彼の新たな挑戦として期待を集めています。 彼のチームプレイヤーとしての姿勢は、彼のファンから大きな支持を受けています。彼のキャリアは、一貫して清潔感と親しみやすさを重視しており、そのイメージは多くの人々に共感を呼び起こしています。吉沢明さんと平野志耀さん、両名はそれぞれ異なる魅力を持つアラサー男性俳優です。 吉沢さんはその外見と演技力によって二次元から飛び出したような存在として注目を集めています。一方、平野さんは清潔感と親しみやすさを兼ね備え、幅広い世代から支持を受けています。彼らは今後も新たなプロジェクトや作品でその魅力を発揮し、ファンの期待に応えていくことでしょう。どちらの俳優もその魅力の奥にある人間性が、 彼らのファン層を拡大させ続ける要因となっています。